5月31日、水曜日の山陽新聞ニュースです。岡山市の高楽園で31日、梅の実の収穫が始まりました。梅雨空の下青々と膨らんだ実を摘み取る初夏の光景が観光客らの目を楽しませています。園内の梅林で、白かが、王祝など、20品種およそ100本を栽培していて、高楽園によりますと、今年は、 日照や降水量がほどよく、実は大粒で、品質も良好ということです。6月1日も収穫し、収量は例年並みのおよそ500キロを見込みます。梅雨などの出水期を迎え、岡山県は31日、県内27の市町村や消防、自衛隊など55の団体と合同で、水害対応訓練を行い、 災害発生時の手順などを確認しました。県内が集中豪雨に見舞われ、吉井川や高橋川の水系で洪水が起きたとの想定でおよそ470人が参加しました。県庁では職員が市町村から県の防災システムに寄せられた土砂災害や人的被害といった情報を集約し、状況に応じて警察や消防、自衛隊に出動を要請しました。 岡山市にある投資会社石川ホールディングスの子会社でフィットネス施設運営のウエストライングループは6月1日チェーン展開する中高年女性向けのウエストラインフィットネスの新店を岡山市北区中山原にオープンしますビジネス街に近い立地を生かして初めて法人会員を募り男性も利用可能な時間帯を設けて企業が従業員の健康増進に取り組む 健康経営への支援を歌います。続いて天気予報です。6月1日は岡山県南部、北部ともに曇り、昼過ぎから雨でしょう。岡山県南部の最低気温は15度、最高気温は22度でしょう。岡山県北部の最低気温は12度、最高気温は22度でしょう。降水確率は 岡山県南部午前40%午後70%岡山県北部午前40%午後80%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞もしくはサンデジをご覧ください。